台湾の美味しいものとかそういうものをね、観光地とか多少紹介できればいいかなと思ったんですけど、実際ね、台北の方にも行ってみたんですよ。まあ観光でね。でまあ行ったらね、行って有名な小籠包の店に行こうと思ったんですけど、そしたらね、すごい土砂降りになっちゃって、もう身動きが取れないっていうか、もう大変な状態になってしまいました。はい、あのね、もう排水溝から水がね溢れてくるぐらいの、そんなすごい量の雨ですね。もうだから排水溝から水が溢れてくるってことは、排水溝の中にいるやつらが出てくるんですよ。だからね、もう半端ないです。至るところに G がね、まあゴキブリだけど、ゴキブリがね、張ってるわけですよ。もう久しぶりにね、俺の体にゴキブリがくっついたね。マジで焦りました。うわっつって。ああ、しかも1匹じゃないから、2匹いたから。まあカバンをですね、下ろしたらそこにくっついてたんですよ。ああ、で一緒にいた人もねビビってました。いやすごい驚いたね、あれはね。もう今の時期ね、マジでゴキブリたくさんいるんで、夏に来ようと思う人気をつけてください。はい、観光はね全くできなかったんですよ。はい、まあ7時半ぐらいに帰りましたけどね、ちょっと雨が止んできたから。まあというわけで、どうしたもんかなと思って、ドリアンがすげえ匂いで、今日はね、ほんとまあ観光した日とは打って変わっていい天気の日です。いい天気って言っても、まあ、雲は出てますけどね。そう、それで今どこに向かってるってわけでもないんですよ。俺はね、あれだ、本当に日本にいても台湾にいてもどこの国にいても、特に行くところをなんか当てもなくね、歩いたりね、バイクで走ったりするのが好きですね。はい、まあ道に迷いますけど、そう、だからとりあえずね、頭の中でどういうルートかなっていうのを考えながらね、あれ、お行き止まりじゃねえか、ダメじゃねえか、そう、それでね、まあ、観光に行けなかったと、いうことなわけで、すげえ和田アキ子みたいな歌い方してる人いる。それでだよ、どうしようかなと思ったの。ここいいな、なんかいい感じだな、ここ。それでどうお茶を濁すんだって思いません？はい、お茶濁しますよ。あのね、台湾に行くと、来ると、あのね、不思議なものが売ってるんですよ。まあ、結構不思議な店がある。まあ、ヘルメットショップなんか見た時には結構ね、衝撃的だったけどね。なんだこれっつって。でももっとね、不思議な店があるんですよ。聞いたことないですか？ビンローっていう。
ああ、まあ漢字で書くとこういう字ですね。はい、貧乏。うん、なんかね、紙タバコのようなものらしいんです。これです。あんとね、あんとね、あのね、これをね、見えるかな、これです。貧乏って書いてありますね、この左側のとこね。うん、特選貧乏って書いてあります。うん、これこれなんでね、1個あるかっていうと、あのお店の人にね、これ何ですかって聞いたんですよ。うん、いや、なんか貧乏って聞いたことあるけどよくわかんない、これ何ですかって聞いたら、そこにいたおばちゃんが、1個くれたんです。これをね、試したいと思うんですよ。はい、どんなもんなのか。はい、だから今日の動画は貧乏を試そうっていう動画ですね。はい。うん、だから台湾のね、原住民の人がよく使ってる、まあ嗜好品のような、まあお酒とかタバコとか近いのかな、わかんないですよ、わかんないけど、とりあえずこれ1個だけもらったんで試したいと思います。じゃあ開けてみます。なんかね、こういうもんですね。これがヤシの実で、こう周りの葉っぱも一緒に食べるっていうか、くちゃくちゃするっつって、でくちゃくちゃして最初の唾液は捨てなきゃいけない、うん、らしいです。でその後またくちゃくちゃしてするということらしいですよ。うん、ちょっとね、なんか凍らせたのもらったからね、ちょっとシナシナしてんだよな。まあ、うん、こんなね、貧乏。まあ昔はよく売ってたらしいですけど、今はね、使ってる人が少ない、うん、らしいですよ。じゃあちょっといただいてみます。体が熱くなる、なんか頭から上が熱くなるとか言ってたかな。ああ、あのね、ただただまずい、出したい。あるんだよこれ、何も変わんねえじゃねえかよ。失礼して吐き出しました。あのね、ただただまずい、何これ、腹立つわ、なんだよ。うん、なんかね、フルーティーとか書いてありましたけど、日本の説明だと、逃げよ、なんだよこれ、まずい、びっくりした、なんだこれ。
ジュース買いたい。ジュース飲みたい。慢性用。まいったな。なんか興味本位で瓶を試したいっていう方いるかもしれないですけど、まあ個人的にはおすすめしません。食べ方は多分合ってると思うんだよね。最初の唾液がわっと出てきて、それ赤いんですよ、それが。うん、それはね捨てなきゃいけない。それなんかどうやら発がん性物質があるらしいですよ。まあ聞くところによるとね。うん、飲み込むといけないらしいですけどね。まず味は苦い。うん、葉っぱの苦さとあと実の苦さがある。まずい。でなんか効果としては首から上、まあなんか肩から上が熱くなるっていう話だったんですけど、そんなこともない。ふわっとなんか燃えるような、燃えるようなっていうか血が巡るようなね、そんな熱さがあるって言ってましたけど、特に体感、うん、効果は体感できませんでしたね。はい、皆さんもまあまあ、あの台湾行って瓶ロの店行って、まあやってみたらいいかもしれないです。うん、あの瓶ロの追加情報として、あのね、瓶ロはなんかね、ちょっとお酒を飲んだ時のような酩酊状態、なんかちょっとふわっとするような、そういう感じにもなるらしいです。はい、特にそういうことはなかったです。まじゃ逃げ、うん、まあ俺が滞在してるこの樹林という町はどうも田舎なので、うん、まああんまり、うん、特にこう観光する場所っていうのがないんで、うん、いいと思う。まあいいのか、まあ街ぶらにはちょうどいいか。うん、まあどこの街行っても多分ね、あの夜市とかあると思うんですよ。うん、夜市ですね。夜やってる繁華街じゃないけど、なんつうのかな、いろんな店が、出店が出ている。うん、そんなね場所があるんで、まあそういうところに行っても面白いですね。うん、こっちはあの台北ではなく新北市っていうところらしいですけど、うん、まあまたねこれから午後人と会うんで、戻って着替えて、はい、仕事をします。はい、うん、これヘルメットです。ああ、ね、面白いですよね。日本じゃ見ない、かまど馬のケツみたいな。違うか、胴体みたいなやつか。はい、そんなやつです。うわでかい、でかいカバンですね。サイドバッグ、うん、すごいですよね。バイク、あ、そう、こっちね電動バイクがあるんですよ。まあ写真撮りましたけどね、これ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 
電動バイクなんですよ。ちょっと見ましょうか。ほら、可愛くないですか。丸っこくてね。あ、ここにもあった。これ。あれ、これもか。これもですね。これも電動バイク。こっちも電動バイク。可愛いなと思って。いや、絶対日本で売ったら売れるよ。ああ。あとね、なんか新平市の市長なのかな、議員なのか分かんないけどね、この人にもね会いました。はい、若い議員さんで、この人は会ったことないけど、この人はね、もともとね、警察の人らしいです。まあ、男性の方はよくわかんないけど、女性の方はなかなか気さくないい人でした。うん。まあ、ちょっとね、演説を聞いたりとかしましたけど。はい。まあ、そんな感じですね。はい。すごいね、年季が入った建物がすげえたくさん並んでる。うん、やっぱ汚いのはね、バイクが多いとか車が多いからなのかな。排ガスで汚くなっちゃってんのかな。それとももともとああいう感じの建物なのかわかんないですけどね。すごいですね、バッキバキですよ。バッキバキのスクーター、すごいね。はい、まあ、こんな感じですね。街の感じはこんな感じでした。はい、まあ、こんな感じでお茶を濁させていただきました。はい、それじゃあここのファミマに寄って帰ります。じゃあご視聴いただきありがとうございました。まあ、もしよろしければ、まあ、今回バイク乗ってないですけどね、登録を元ブログなんで一応はい、登録をよろしくお願いいたします。帰ったら多分またカスタム動画の続きをやろうかなと思ってます。はい、それじゃあまた、バイバイ。